特に左2人は、U ターンで東京から帰ってきたメンバーで、一番左の子は建築のデザイナーですね、東京でそういう設計事務所で働いていて、まあ、独立して戻ってきたと。と真ん中の女性は会計士の事務所を務めていてということで、左の2人はその東京で培った技術をですね、まあ、建築のデザインだとか、あるいはその会計管理の能力というものを使って、空港のお店を作る上で非常に活躍をしてくれました。一番右の子は逆にずっと地元に残ってた子ですね。もともと農協で働いている子なんですけれども、実は左のようにこう U ターンで帰ってきた子になって、彼にあるものが何かっていうと、地元の言葉でできるコミュニケーションとか、あるいはもうずっと住んでるんで人脈がとにかく広いですね、顔が広いです。そういうまあ特性を生かして、だからお店を作っていく過程では左の2人が非常に頑張ってくれましたけど、お店ができていろいろとこうコミュニケーションしていたり、商店街のお店の話し合ったりっていう場では一番右の子が頑張ってくれるという感じで、それぞれあの能力を生かしながら、まあ、みんなで仕事していたっていうチームができたのも良かったかなというふうに思っています。で、実際この 3,4 年でこの商店街ができてきたお店っていうのは、まあ、一個一個は小さいんですけれども、まあ、こうやってやっぱり世代的には先ほど言ったように30代、まあ、あるいは40代前半ぐらいの若い人たちの、まあ、起業ですね、新しくこうお店を作ったというようなケースがほとんどなんですね。例えばこれはコンテナの一角ですけれども、子供服とかベビー用品のお店ですが、もともと彼女は、まあ、移住者なんですけどサーフィンが大好きで、東京からサーフボードを抱えて、まあ、移住してきたような子で、今地元の方と結婚して子供さんもいらっしゃいますけど、あの東京でアパレル関係の仕事をしてたということで、そのあの、まあ、の時の経験を生かして、ここで新しくお店を作られたという例ですね。この方もコンテナ、奥のコンテナで、あのまつげのお手入れ専門店になってますけれども、彼女ももともと美容師さんで、ですけど、まあ、子供さんが小さい頃は現場離れていて、今、子供さんが中学生に上がったということで、まあ、ちょっと独立してやってみたいということで、我々ともそうなって、で、まつげの専門店というのはちなみに初めてだったんですけれども、そういうお店をこう開業していただいたということです。で、彼女はその油津食堂と言われる、屋台村の一角でフィリピン料理をやっているんですけど、まあ、フィリピン人の方、もともとはスナックですね、こう出稼ぎで来てたような女性で、まあ、結果的に地元の漁師さんとご結婚されて、で子供さんもいらっしゃってという感じなんですけど、まあ、彼女の場合は彼女がもともとフィリピンで作っていた手料理、家庭料理がすごく お母さん方の間の中で美味しいという情報を聞いて、で実際足を運んで食べさせてもらうとすごく美味しかったので、で、まあ、話を聞いてみるとお店もやってみたいという気持ちもあって、で我々と一緒になってお店を今作っていたというようなプロセスですね。で、まあ、彼は男性の子で今ピザをやってますけれども、この子も油津食堂という屋台村の一角でやるんですけれども、彼は博多にあの宮崎からもう若い頃にもう出てって博多でもう結構立派なお店をやってたんですね。でそのお店は別にあの経営が悪くなかったんですけれども、実は彼はお母さんを一人油津に残して今出てっていて、でお母さんのなんかちょっと最近病気がちで容態は悪いっていう情報を我々こう聞くとですね、まあ、お母さん悪いのはあんま良くない状況ですけど、もしかしたらこいつ帰ってきてくれるんじゃないかなっていう、まあ、そういう可能性に感じて、まあ、博多に口説きに行くわけですね。で、まあ、彼も非常に興味は示してくれて、まあ、お母さんのことも気になるのでということで、まあ、そういうふうな気持ちもあったんですけど、なかなかやっぱり博多から帰るようには踏ん切りがつかなくて、で我々どうしたかというと、もう一個情報があって、彼はお兄さんの言うことは必ず聞くっていう人があったので、実はお兄さんの方を口説きに行ってですね、お兄さんは我々がやるこの事業をすごく気に入ってくれて、じゃあ俺が弟届きますよということで、まあ、すぐ次の月に戻ってきたみたいな、まあ、そういう基本的にこう一本釣りしていくような感じで若者を商店街の中にこう入れていったというような感じになります。で実はこれ、まあ、他にもたくさんストーリーが一個一個がもうストーリーになっているんですけど、あの、まあ、いわゆる今までこう商店街で店舗誘致って言って、何かこう出来上がったお店を空き店舗に入れるとかですね、なんかフランチャイズとかチェーン店みたいなものを誘致してくるっていう考え方なんですけど、やっぱりこう小さな町だとなかなか経済それでは成り立たないので、やっぱりこうやって起業家支援型のお店作りというので、やっぱり種やりたいなって思ってる人たちをいかに探してきて、そこに今我々がアドバイスをしたりとか、いろいろ資金調達のことで一緒に動いたりということでこう栄養を与えて、それがこう目を開いたり花を開いたりしていくというような、そういうまあ支援型のお店作りになっています。それとやっぱり店舗誘致っていうのは、誘致っていう言葉が目的語になっているので、誘致してくるまでは一生懸命サポートする行政も会議所もですけど、お店開いてしまったらあとはどうぞみたいなのが今まで多かったんですね。ですけど、やっぱ我々はやっぱりお店開いてからの支援というのがすごく大事だと思ってまして、で我々今油津応援団という会社は商店街の真ん中に位置しますけれども、こうやってお店を持ってくれた方とですね、まあ、少し距離感を保ちながらですけれども、しっかりとこう顔色を伺って、で、まあ、厳しくなったなとかこの時期大変だなという時に、まあ、さっとこう支援ができるような、そういった支援の仕組みというのも作りながら我々の会社が今存在しているという形になっています。
ですので、まあ、非常に若い世代の人たちがもともとはこの我々大人がですね、まあ、借金をしたりとかリスクをしたりしながら基盤を作っていって、じゃあ大人たちが頑張ってるなら俺らも頑張るよという形で若い時が飛び込んできてくれて、ですけど、まあ、皆さん独立したてで若いので飲食店にしてもサービスもですね、そんなにまだ100点満点ではないです。ですけど何かこうそいつらが成長するのではあればとか、まあ、地元の人間で帰ってきてくれたんだからということで、それをこう応援するというような感じで皆さんが店を利用してくれて、そういうまあ人たちがつながっていっているというのがですね、この商店街の魅力かなというふうに思っています。で、まあ、実はまあ街づくりの中 ですね、まあ、そうやってお店ができていくというのも大事ですけど、実はまあいろんな空間がその商店街の中に誕生していて、で、まあ、我々専門家からするとそういったものを意図的にまあデザインして作っていきますけれども、実はそういう場が生まれるとですね、そこで人が勝手に動き出して我々が想定してなかったようなことも広がっていくみたいなこともあって、それは非常に商店街の中で起きてきて面白いなと思っているところです。で、これ商店街の真ん中のスペースです。ちょっとこうおしゃれですよね。よく大観山みたいですね、大観山に行ったこともない人がみんな言ってるんですけどこれさっきのスーパーマーケットの後なんです。面白いのがスーパーマーケットってこう一つの屋根で大きな空間だったんですけど、これ建築的に言うと減築って言って減らすって書くんですけど、ズボってこう抜いたんですね、建物で。右側と左側にこう分と分けた形になっていて、左側があの小さなお店が6店舗並んでる屋台村で、簡単に言うと向こう側からステーキ屋さん、焼き鳥屋さん、中華料理、和食、フィリピン料理、ピザのお店っていう、まあ、6つお店が並んでる屋台村になります。で、まあ、その 4,5 メートル間中庭を挟んで右側が、まあ、交流スペースという形になっている。で、この実はこの 4,5,6 メートル離れた空間でいろんなストーリーが起きているで、実はこの交流スペースの入り口に当たるところはこういった子どもたちのキッズスペースになっていて、ここはもう完全に無料で開放しています。で、まあ、例えば本が置いてあったり、おもちゃが置いてあったり、で、まあ、奥では駄菓子が販売してたりということで、子どもたちのたまり場になっています。で、少し右に入っていくと、こうやってまあフラットな、まったりな空間が広がっていてですね、ここは我々の会社で運営してますけど、有料のレンタルスペースですね。2つの部屋に分かれてますけれども、1つの部屋あたりだいたい1時間で、1,200、300円とか、まあ、週末とか夜になると1,500、600円という形で、それぞれ貸し出しているという感じです。で、ここにはスクリーンとかプロジェクターとかスピーカーとかついていて、まあ、いろんなこうイベントにも対応できるような、まあ、フラットな空間というものです。で、ここで普段何が一番用途として何が行われているかというと、宴会ですね。宴会、上の写真がそうですけど、子ども会とか同窓会、忘年会、新年会なんかがずっと行われています。で、なぜこういう宴会がやりやすいかというと、先ほど前に屋台村が6軒並んでましたね。そこで料理注文するとすぐ真横に運んできてくれるので、まあ、こんぐらいの広さですけど、でこうやってパーティーがしやすいんです。飲み物も全部お代わりも自由ですし、本当にがっつり飲みたいときは近くの酒屋からこのビアサーバー借りてきたとかいうふうな使い方もしてくれたと思います。で、まあ、そういう宴会ごとが非常に多いですね。まあ、たまにこうやっていろんなイベントもしますけれども、まあ、こうやって商店街の中に人が集まる場所を作る。でもまあこれって用途としては公民館とそんな変わらないかなと思いますけど、やっぱりこう電話敷きで少し木のしつらいがあって、まあ、ちょっとおしゃれでかっこいい公民館みたいなものが商店街のど真ん中にできたということで、まあ、今人がこう集まっているところです。それともう一つこの部屋でやっているのが習い事ですね。習い事で、これはあの木曜日がダンスの日になっていて、木曜日はだいたい夕方5時ぐらいから5時から9時までかな、1時間ごとに4教室並んでいるので、ずっとなんか子供たちとか大人が踊っていて、その周りでまた見てる人たちがいるというようなものが商店街のど真ん中で生まれています。で、まあ、他にもですね、ヨガを教えている先生がたまにいらっしゃったりとか、フラダンスを教えたりとか、まあ、書道教室なんかも使ったりもしてますけど、まあ、そういうまあレンタルスペースでいろんなことが起きています。で、面白いなと思うのがこれダンス教室、子供たちがこれ踊ってますけど、これは向こう側の扉の向こう側でですね、この日たまたま、自治会長さんたちが宴会をしてたんですね。そうするとその間の扉を誰かが勝手に開けちゃったんです。そうすると子供たちが向こう側も向いて踊ってお年玉いっぱいもらうみたいな、そういう交流が生まれていくんですね。これなんでこういうことが起きるかというと、やっぱりダンス教室とか宴会とか会議とか、まあ、いろんな要素がこう扉一枚でつながっていて、で例えばガラス扉の向こうには全部飲食店が並んでいて、もちろんアーケード商店街もつながっています。それがまあ同じこうレベル同じフロアで全部つながっているので、まあ、何かこう知らぬ間に交流が生まれていくということですね。あそこで食事している人たちがずっとこの今年のダンスを覗いてたりとか、そんなこともあります。
実はその空間の特徴というのは実は商店街らしい特徴で、商店街というのはそもそも先ほど言ったこう地面のレベルでいろんなものが並んでいて、まあ、昔はそれを買い物としてこう買い回っていく、人と話しながらうろうろしながらっていうのがまあ楽しかったんですけど、まあ、これは現代風ではありますけれども、でもやっぱり商店街らしい同じレベルにいろんなものが並んでいて、それが扉一枚につながっているっていう状況からこういった扉が生まれるのかな、これは商店街らしい空間の使い方かななんて思って、で実はこういう空間に人がこう集まってくるっていうのは本当に大事なことでして、でこの女の子たちっていうのはもう毎週ここでダンスと歌をレッスンしててもう3年以上経つんですね。で実は3年以上経つともう勝手にですね、この子たち今アイドルグループとしてデビューをしていて、商店街で生まれたアイドルグループっていうのが誕生してます。で名前ボニートボニートっていうんですけど、ボニートって英語でカツオという意味なんです。日南カツオの町なので頭にカツオつけて踊るアイドルっていうのが誕生して、ちなみにキャッチコピーはあなたのパートを一本釣りのが誕生しています。で、まあ、いろんな日南の商店街のイベントで踊り始めたのがきっかけなんですけど、最近は結構もういろんなところからお呼ばれしてですね、去年は秋葉原の時から秋葉原で踊って、秋葉原で油津商店街の宣伝をして帰ってきたらしいんですけど、あんまり意味があるかわかんないですけどそんなこともしている。でもこうやって子どもたちが毎週商店街にやってきて歌ったり踊ったりしてるなんていうのは非常にいいことかなと思いますし、あとはまあいろんなイベントなんかで高校生と一緒に夜市を復活させたりとか、あるいはあの写真集、あの商店街の風景もですね、まあ、いろんなこうボロボロの建物もあるんですけど、そういったところもこうおしゃれに撮っていたらかっこよくなるよねというような、そういう写真集も商店街の洋服屋さんとカメラマンの方がコラボして作ったりみたいなこともあって、で、まあ、そういう活動なんかもしているということです。で実際実はこういうイベントとか企画ものっていうのはいろいろとこう商店街で撮ったりします。で何のためにするのかってやっぱ改めて考えると、よく言われるのは集客効果で、ね、人が集まってきて、で経済効果、お金が落ちる、まあ、それは商店街の時いいみたいな話がありますけど、まあ、そもそも小さい商店街は人がいない中でイベントだったってその大した経済効果生まれないんです。それはもう油津でも一緒です。じゃあ何のためにやるかっていうと、僕はやっぱり まず街の空気を変えないといけない。なんかこう人がどんどん減っていて若い子も歩かなくなって、でも何かこう子どもたちが毎週来てですね、笑顔で踊ってるっていう状況は、僕は街の空気がガラッと変わったような気がします。で実際子どもたちが来るとそこに、まあ、いわゆるお母さんたちがついてきたり、で毎週のようにそこにお母さんたちが通い始めて、まあ、結果的にそこで新しく友達になったりとか、食事して帰ったりとか、コーヒー飲んで帰ったりしてくれるわけですね。そういうやっぱり街の新しい使い方みたいなものが生まれてきたっていうのはすごく大きかったかなと思います。要はそもそもそういった、まあ、お母さん、この子たちのお父さんお母さんというのは30代とかですけど、30代の子たちに商店街再生しましょうとか、商店街利用しましょうって誰も興味を示さないですね。ですけど子どもたちがこう通うようになると、いつの間にか通ってきて、お母さんたちも通っていて、いつの間にか毎週のようにご飯食べて帰っているみたいになっていくわけですね。そういうきっかけを生むっていうのはこういうイベントとしては大きいかなと思っています。で一応それも我々も意図的に少し今並べていて、あの、まあ、誰でも参加できるようなメニューをずらっと並べていこうなんて考えです。もちろんお店を出店していただくというのが一番ありがたいですけど、もう数百万とか軽くかかりますので、5万人の市民みんながお店出せるわけではないですね。じゃあいろんな金額設定もいろいろあって、例えば油津応援団に30万出資していただくっていうのも、まあ、街づくりに参加するといいかなと思っています。例えばコンテナもですね、1個は必ず空いてるんです。そこは1日4000円という単位で借りれるので、まあ、いわゆる短期出店みたいなチャレンジができる方法もあったりします。それと、まあ、彩り、まあ、イベントなんかには1000円単位で参加できるので、まあ、その関わり方っていうのも金額もまちまちいろいろあるということです。で、まあ、要は高校生とか中学生とか子どもたちでも参加できるようないろんな仕組みがあってっていう、まあ、本当にいろんな形で関わるメニューが並んでるっていうのはすごく大事で、ちなみに油津コーヒーというのは我々油津応援団で直営で経営してますけれども、まあ、大体400円ぐらいでコーヒーを売ってます。でこの400円、まあ、皆さんが飲んでる400円のコーヒーっていうのは我々の、まあ、売り上げになって、この我々の売り上げはまた町づくりに投下されていくので、実は400円、この400円のコーヒーというのは町づくりの参加、皆さん参加しているんですよという、そういうメッセージを込めながら実は我々コーヒーを売っているというふうに言えるのかなと思っています。で、まあ、次はですね、まあ、じゃあ商店街に人を集める方法ってどうだろうという話ですね。やっぱりまあ店ができても人が集まらないと難しい。で、まあ、正直これは、まあ、この田舎の町だと簡単にはいかないので、まあ、でもなんかこう少ないチャンスを生かそうというですね、やっぱりあるもの、ある資源を生かしていこうという発想でやっています。で、まあ、油津の場合はですね、2つちょっと大きな最近チャンスというかですね、恵まれたチャンスがあったので、まあ、それを紹介するというか、1つはこの海外からのクルーズ船というやつがですね、まあ、特に中国が多いですけれど
ども、今九州、福岡、長崎を中心にいろいろ九州周遊のクルーズとかが始まったんですね。で、ヤブラツは港としては小さいんですけれども、実は深さが、天然の深さがあって、でこれはもう本当神様が与えてくれたものかもしれないですけど、こういう16万トンとか17万トンという大きな船が、大体2、3年前ぐらいからこう定期的に入るようになったんですね。この間、お松さん来た時、外国人がいっぱい歩いてたんですけど、大体月に2、3隻ぐらいの割合で入ってきます。で、そのこういう16万トン級の船だと3000人とか4000人ぐらい中国人が乗ってきます。アブラツっていう町だと人口が5、6000人って言われているので、それで行くともうその町、1個分ぐらいの町、人が来るんですけど、まあ、全員商店街に流れてこないですが、こういう結構時間を持て余してるお客様が、商店街に流れてくるんです。これほとんど中国人だったりします。で、まあ、大きなお店で買い物もされますけれども、こういう個展にも入ってきて、でまあ、正直言葉っていうのはもう簡単にはコミュニケーション難しいですけど、まあ、一応留学生と一緒に作った中国語マップがあったりとか、まあ、身振り手振りでコミュニケーションしながら、まあ、頑張っていくと少しこう売り上げが伸びたりということもあります。で、まあ、影響が多いのは結構やっぱ飲食店の方ですね。ランチを食べていただく。まあ、夜はもう船の帰っていくので、昼ご飯結構食べていただくので、まあ、これ例えばブラツコーヒーなんかもお客さんに来たりします。で、これ面白いのが欧米の方ですね、写真撮ってる。大体お客様は中国人とか台湾人が多いんですけど、たまに欧米の方が来て結構買い物してされるので、どなたですかって聞くとですね、乗組員の方なんですね。4000人お客さんが乗ってると、1000人以上乗組員が乗ってます。その人たちが時間給を取って降りてくる。でその子たちは実は観光とかあんまり目的じゃないので、こういうカフェとかランチが食べれるような店に入ったり、あるいはこう Wi-Fi を飛ばしているので、そこでパソコンを開けて仕事してたりみたいな感じで、結構使ってくれます。で、船っていうのはその月に何回か来るんですけど、大体お客様はこう入れ替わって船に来ますけど、乗組員っていうのは同じ会社の船だと同じ人が乗っているので、結構リピーターになってくれたりとか、同じような顔ぶれが来て、うちのスタッフと仲良くなったり、という、まあ、実は乗組相手の商売の方が継続性があるのかなという話は今現場でしているというところですね。これはクルーズ船の話。それと、次が、まあ、お待ちかねですけれども、カープの話です。で、まあ、日南というのは皆さんご存知だと思いますけど、キャンプ地なんですね。まあ、宮崎っていうのは非常に暖かいので、シーズンオフの2月に、まあ、巨人も長いです。そして最近ソフトバンクなども来てますし、まあ、このアブラツはカープなんですね。もう50年以上キャンプをしていただいて、この天福球場、まあ、小さな球場ですけれども、実は商店街からたった歩いて5分のところにあるんです。5分のところにあるんです。で、さらに2月は1ヶ月間で5万人以上のお客さんがここに全国から、まあ、広島から多いですけど、全国から来られるんですね。商店街の真ん前に5万人来てるのも、実は今まで商店街に全く関係なかったんです。人っ子一人流れてなかったので、さすがに僕もそれはもったいないなと思って、まあ、3年ぐらい前からちょこっとずつ取り組んできました。まあ、最初にまず何やったかというと、まあ、いわゆるマップを作ったんですね。天福球場からまっすぐ歩いていくとアーケード街がありますよ。そこに周りにこうランチが食べるお店がこんだけありますよっていうのをこう配り始めました。そうすると、まあ、皆さんあることすら知らなかったので、あ、なんだ行ってみようみたいな感じで少しずつ歩き始めたんですね。で、まあ、じゃあその次どうするかっていうと、そこの商店街のちょうど入ってきた角に、これアブラツカープ館っていう資料館を作って、でこれ何が展示してあるかというと、いわゆるサインがされているユニフォームとかボール、サインボールとかっていうのが並んでいます。で、まあ、我々お金ない中で始めたので、まあ、どうやってこれをかき集めたかというと、50年以上キャンプをやっているので、油津の人って大体家上がってですね、押し入れを開けると、ほこりかぶっていっぱいサインボールが並んでいるんです。それを焼酎1本持っていくと、もういいよ、全部持ってっていいよって言われるので、それをかき集めて飾っているというだけです。ですけど、実は非常に貴重なものがあって、まあ、この間引退された黒田投手がアメリカに行く前に、もらったって言われるこうスパイクが、泥付きのスパイクだったりとか、まあ、昔の選手で津田選手などが亡くなる前に残していたサインなんかがあったりして、まあ、結構広島から来られたお客さんなんかも写真撮って喜んで帰られます。で、まあ、球場から商店街に行き込みますたちを。でもここがあるだけではお金が落ちないので、まあ、何をするかというと、まあ、あとは全部真っ赤っかにするんですね。うちのパンケーキ、カムのパンケーキのシーティーを勝手に入れて焼いてますし、プリン屋さんも赤いプリンなんかを出したりします。で、一応オリジナルの T シャツとかも作って販売したりということもやったりして、まあ、商店街を上げてカープファンの人をおもてなししようという事業をやってます。で、夜のお店も最近頑張り始めて、この地元の焼酎メーカーと一緒に赤いカクテルっていうのを作ってですね、こういうのを出したりっていうので、まあ、夜も頑張り始めます。でも実は最初にやり始めた3年4年前っていうのはカープそんなに強くなかったんです。全然強くなかったんですけど、まあ幸い2年前に25年ぶりに優勝するという大事件が起きまして、
これあの商店街で優勝決定戦の時ですよ、パブリックビューイングになって、もうこれ実は裏側まで拡散した場合で何百人っていう人でみんなで真っ赤になって応援をして、でみんなで盛り上がったっていう、まあこれは2016年の1つでしたね、優勝した時ですね。でこのまあやっぱさすがに久しぶり優勝した時の次の2月ですね、キャンプお客さん多いだろうということで、じゃあもっともっと盛り上げていこうということであることやっちゃったんですね。さっきの球場から商店街に至る道を赤く塗っちゃったんですね赤く塗ったんです。そうするとやっぱカープファンの人って正直なんですよね、赤い道を見せるでどんどんと商店街に人が流れてさっきのカープ館で写真撮ってカープのパンケーキ食べてそれをインスタに撮るで、まあ、この年にはですね、幸いこの商店街で優勝パレードを通していただいて、本当にこう選手が目の前歩いていただくような感じでパレードをしてくれてっていうので、この時1万人以上の方が全国から来られて、うちのアブラスコーヒーもですね、未だにこの時の記録っていうのは破れないぐらいたくさんコーヒーとかパンケーキが売れました。で実は2年セ・リーグでは2連覇してるんですよ。ですけどなかなか日本一になれないですよね。なれないですよ日本一に。今年はでやっぱね、油津の人は僕たちの応援が足りないんだろうって思ってですね、で、まあ、道も赤く塗ったんだけどまだまだ足りないって言って、実は今年何したかっていうと、この油津駅っていうね、本当にボロボロの駅があるんです、真っ白。これなんかやっぱみんな綺麗にしたいんだけどお金がなくて、じゃあこれを機にやろうって言ってクラウドファンディングでお金集めて赤く塗っちゃったんですこれカープ油津駅って今名前が変わってこれ本当に赤くなってます。実はクラウドファンディングで300万お金が集まって、それでみんなで塗ったっていうやつなんですけど、これが今年の2月4日にオープニングのセレモニーした時で1000人以上の方が集まって、これ真ん中に尾形監督がいらっしゃって、最後の一塗りを尾形監督がしてくれるっていうセレモニーだったり、この日はカープ列車を走らせてそこで宮崎と行ったりしたりってなって、相当にぎわったんですね。でこの左側にあの大きなカープ坊やがあって、今それがですねちょっとしたインスタスポットみたいになってて、インスタで検索するとたくさんここで写真撮って皆さん行っていただいてます。で実はこのプロジェクトっていうのはすごいありがたいのは、やっぱり民間企業と地域がコラボしたということで、 JR 九州さん、建物ある JR 九州さんの持ち物なんですね。それをまあ自由に使わせていただいているということと、まあお金も出していただいてます。それとカープ球団はもちろん民間の会社です。そこがまあロゴの使用とか、我々こういう T シャツ作るときも結構ゆるく使わせていただいているので、そういう地域を応援するというまあカープ球団の本当の素晴らしい考え方のもとに我々させていただいていて、アブラスという地域と3社が一緒になってできた事業というのはすごくありがたかったなというふうに思っています。ですから今年は必ず日本一になると思いますで、まあ、こうやってクルーズ船が来ますとかカープが来ますって、もちろんお客さんも多くなるしありがたいんですけど、やっぱりもう一時的なにぎわいなので、ずっと人がいる状態をどうやって作っていくのかっていうのは我々も試行錯誤しながらやっています。そういうの以外の時ですね。で、まあ一つやっているのがその企業誘致とのコラボっていうことなんです。で、まあ、企業誘致って言っても今大きな大規模な工場なんか来る時代では全然ないので、ちょっと我々独特な言い方をしてますけれども、あの後ろにこれ大きなシャッター閉まってるところ、もともとブティックの建物ですごい大きな空き店舗だったんですね。でこれすごく活用が難しいって言われてたんですけれども、まあ、これがもう2年前になりますけど、こうやって新しくリニューアルオープンしました。これはなんかレストランとかカフェに見えますけど、実はそういうのではなくて、何が入っているかというと、まあ、東京から入ってきた IT 企業さん、いわゆるコンピューターとかパソコン、インターネットを使っているような会社が、そのオフィスですね、会社が事務所として入っていただいたという例です。空き店舗を使ってですね。で、まあ、こうやってまず東京から誘致するというのは実は私の仕事ではなくて、もう一人は田塚さんというマーケティング専門家の仕事ですけれども、まあ、いわゆるこう若者がどんどん流出しているという現状の中で、どうしても働く場所が必要だって話になります。で実はでも求人っていうのは他にもたくさんあって、求人倍率はそれなりにあるけれども、じゃあなんで若者が離れていくかというと、やっぱり若者が働きたくなる職場がないということで、あのもちろん建設業も福祉の仕事も大事ですけど、あのやっぱりこう少しこう若者がまずとっつきやすい仕事を積極的に誘致しようということで IT 企業誘致っていうのを始めて、で最初に入ってきた会社がこの会社なんですね実はこの会社も最初から商店街の空き店舗を借りようと思ったわけではないんです。例えば駅前の少し便利なビルとかっていうのを考えてましたけど、まあ、彼らもせっかく東京から地方に進出するということで、ちょっと面白い場所でオフィスを持ちたいっていう希望があって、で商店街に行って案内されてきた時に、まあ、最初見ていただいたように若い人たちがお店を頑張ってやってるっていう、そのやっぱりこう田舎の商店街にはないような風景を見てくれて、まあ面白いと思ってくださって、で彼らが我々会社がこの商店街に加わることで、まあ、この商店街の活性化にもう一つ動きが出るんじゃないかという思いで東京からわざわざ入ってっていう形になります。
で、まあ、ブティックアートなのでこういうガランドの空間でしたけれども、今このような形でちょっとおしゃれなオフィスが出来上がっています。入り口の周りもこのような状況でしたけれども、こうやっておしゃれになって、この間グッドデザイン賞もご覧いただきました。で、この会社で今20名の方が雇用されています。で、こう20名ほとんどが地元出身の若い子、地元採用ということですね。で、我々この地元採用というのにこだわっています。あの、徳島県の神山町というところが IT 企業としては本当に先端ですけれども、あそこは東京から働きに来るんです。東京から移住してそこで働くんですけれども、我々はできるだけ地元の人間の雇用の場を作ろうという発想でやっているので、採用はほとんど地元っていうのにこだわっているというのが、まあ、特徴かなと思っています。で、実はこういう取り組みがいろんなメディアで紹介されたりとかするとですね、他の東京の企業がうちなし面白そうだなということで取り合わせていただいて、で、まあ、次々とこうやって空き店舗を使ったオフィスというのは誕生してこうやって増えていくんですね。で、今日のこの現在までに実は8つの会社が空き店舗を使ってオフィスを開設してくれています。で、実は今用意しているものもこの6月7月ぐらいであと2つぐらい増えますので、全体で商店街の中に10の会社が出来上がることになります。で、一つ一つの会社はこうやって非常におしゃれな空間でオフィスを作っていただいてますので、実は中に入ると東京と変わらないような立派なオフィスがあって、ですけど一歩外に出ると地元の商店街が広がるという、まあ実は新しい働き方の我々は提案できるんじゃないかなと思っています。で、実際その今8つの会社もこの10に増えますけど、もうすでに70名ぐらいのそこで雇用が生まれています。そうすると毎朝8時9時になるとですね、70名が出勤してくるんです、商店街。で、その70名は何をするかというと、お昼ご飯を食べます、カフェに行きます、パンを買います、夜帰り際に飲み会をしたりします。ですから商店街側からすると消費の人口がそれだけ増えているということで、まあ、たった数十名ですけれども、今まで減っている一方だったところに少しでも消費が増え出したというのはすごい希望でしかないかなというふうに思っていますし、まあ、それぞれの会社が今からまた採用を増やすというふうに頑張ってくださっていますので、それができてくると商店街側もこの消費の人口の増加に合わせて実は商店街が変わっていくという必要があるんじゃないかなということも話したりはしています。で、まあ、後半に入っていくとこうやってまあ会社ができたりしていくとですね、もう後半は実は僕が何か誘致するというよりもここに関わりたいという人たちがどんどん集まってきて、まあ、自走するフェーズに入っていくみたいなことになると思います。で、先ほど、まあ、70名近くの方が働いているって言いましたけど、結構女性の割合が高いです。で、まあ、若い女性ですのでお子様がいらっしゃったりします。そうすると保育園作りたいですって話が来るんですね。で、商店街のアーケード下にこの保育園が新しく新築で誕生しました。これは、市の認可を受けた小規模保育施設ということで19名定員の保育園ができて、ですから商店街のアーケード沿いに IT 企業さんがある反対側に保育園があるという、まあ、もう商店街ではないような風景ができてきたというような感じですね。で、まあ、この保育園も可愛らしい建物になっててですね、あの 外向きながら食事ができるようになってて、実は IT 企業のお兄さんたち見ながらご飯食べてるって、この子たちどんな成長するか分からないですけど、そういう面白い空間ができてたりとか、あの、まあ、こうやってお散歩なんかもするので、その都度商店街の人たちがとてもよくできたみたいな、少しこう和やかな風景もできてますし、で、まあ、その流れで実はあの、まあ、反対側に立ったビルの中に市が子育て支援センターっていうのは、これは結構お金かけて作りましたけど、やっぱりまあこういう生産年齢ですね、若い世代の人たちの人口を増やしたい、まあ、優等生たいということで、まあ、子育て支援にも力を入れていこうということで、うちの市長も頑張ってこういう施設を商店街の中に作ってくださったというような動きもにもつながったという感じです。それと、まあ、最後にできたのがゲストハウス、まあ、泊まる宿泊施設です。で、商店街の真ん中に泊まる場所ができました。で、これはまあ面白いプロセスだったのが、名古屋大学の大学生が会社を立ち上げて、そこでお金を集めて作ったゲストハウス、今でも大学生が経営をしているというのが面白いストーリーですね。そもそもは、まあ、何社もいろんなそういう動きがありますけど、あのビジネスプランコンテストのようなそういうアイデア募集みたいなイベントをちなんでやったんですね。それの中に全国から大学生、若い人たちが参加されていて、まあそのまあ、いわゆるイベントですけど、その中の一人の名古屋大の男の子が商店街の中に宿を作ったらどうですかと。あんだけ2月に広島カープのファンが来るし、まあ、最近やっぱ外国人のお客さんも増えてきてますので、そういう人たち対象に泊まる場所を作りましょうという提案だったんです。で、まあ、彼は普通は本当は提案だけして、まあ、イベントですから提案だけして、もう大学に戻るつもりだったんですけど、実は我々もゲストハウスやりたいなと思ってたんですね。ですけど、やっぱり我々が作ってしまってうまくいかない、やっぱりやりたいっていう人、先ほど言ったように種が見つかって初めてできるものかなと思っていたので、まあ、彼は大きな種に見えたんですよね。まあ、彼をそそのかしてですね、一緒にやらないかって話をして、で、まあ、彼はお父さんに電話をして、しばらく帰ってきて、
1年間休学していいとお父さんに言われたんで頑張りますということで、まあ、移住をしてゲストハウスを作ってくれました。でまあ、実際この空き店舗、まあ、ちゃんこ屋さんだった空き店舗を改修してこういうゲストハウスが誕生したんですけども、例えば資金的には1200万ぐらいかかってます。やっぱり資格になるというような消防法のクリアとかいろいろあってお金かかるんですけど、まあ、その資金集めじゃみんなでやろうということで、まあ、その最初言った市からの200万の補助があります。でクラウドファンディングでお金を集めて大体200万ぐらい資金が集まりました。で、まあ、地元の銀行さんがこういう若い人の立ち上げる、まあ、ベンチャーベンチャーのビジネスの、まあ、ファンドみたいなものから300万ぐらいお金を投資いただいたりとか、あとはまあ地元企業とか我々も個人的にご出資をしたりということで、まあ、なんとか彼に、まあ、大きな借金をさせずになんとか1200万かき集めることができて、で彼が会社を作って残りを作って整備したという形ですね。もう今オープンして1年半ぐらい経ちますけれども、まあ、今2000人ぐらいのお客様が累計となってますけど、結構な割合で外国人の方が、もう油っていうのは、まあ、クルーズ船は別ですけど、こういう、まあ、単独で外国人のお客様が来るのはほとんどなかったですけど、まあ、ゲストハウスができて、新しいお客様が来るようになったっていうのはあるかなと思いますし、まあ、真ん中でこうやって学生の子が頑張っているので、そこにいろんな宮崎の学生とか周りの大学生なんかも集まっていて、少しこう今までなかったようなコミュニティーっていうのができたかなと思います。でこの奥田君っていう子は、まあ、1年間休学だったので、もう休学期間終わってるんですけど、実は名古屋に入っています。社長は続けてますけれども、で現場が今どうなっているかというと、また次の学生が来てくれてるんです、ね。まあ、次にまた半年間休学してやりたいですっていう人が現れて、彼は滋賀県の大学生ですけど半年間やって、で実はこの間の3月で彼帰ってきました。そうすると次もう一人今女の子が来て、女の子が3代目の店長っていうのを学生でつないでくれてますので、まあ、できるだけこう学生がバトンタッチしていけるようなやるにしていきたいなっていうことで今。まあ、もう時間もあれなので最後なんですけれども、こうやってまちづくりとかもちろん皆さんもそういうふうにされてますし、まあ、我々もそういうふうに言ってましたけど、まあ、改めて何のためにやってるのかということをまあやりながらも考えてきたかなというところがあります。で、まあ、今日ちょっと時間なくて、まあ、ビデオとか動画見せてませんけど、まあ、いろんなテレビとか出題される中で、例えば左下の小学生の子がでも町が活性化したとか町が変化したっていうのに気づくわけですよね。逆に言うと町がこう悪くなって衰退してくるっていうのが子どもたちも感じてるわけで、やっぱりこういう子どもたちに我々の活動とか町が良くなってきたっていうのが伝わるっていうのはすごく大事かなと思います。まあ、残念なのはこんだけ頑張ってるのに少しだけって言われてちょっと寂しいですね。言うなこいつって思ってでもまあこうやって感じ取ってくれてるっていうのは嬉しいです。だからまあ我々やっぱりこう次の世代にいかに町をいい状態で仲間たちできるかっていうのはすごく大事かなと思います。商店街で実は去年の3月に結婚式を行ったんですね。これは U ターンで帰ってきた夫婦で、まあ、結婚式挙げてなかったのでみんなで挙げてあげようということで、彼が商店街の真ん中 で並んでる料理は全部商店街の人が料理を準備して、まあ、7日だけは商店街の皆さんが作ってくれるということで、商店街でいろんな専門家がいるのでできるんですね。で、まあ、彼らも実はこの商店街活動に関わりたいという感じでいて、今奥さんの方は油津コーヒーで今産休に入っちゃうかもしれないと書いてないけど、でもうちのスタッフとして働いてくれたりというようなこういうことも期待しています。で最初に戻りますけど、この2つの記事ですね、再生したという記事と再生したわけではないという記事なんですけど、これ、まあ、真逆のことが書いてますけど、実は中読んでいただくと同じようなことが書いてあって、何が書いてあるかというと、やっぱりかつての商店街というのは八百屋とか魚屋とか金物屋とか醤油屋とかですね、そういったいろんな専門店が並んでいて、もちろん当時のライフスタイルというのはこういうものところでは物を買わないといけないライフスタイルなので、そこにお客さんにたくさん押し寄せて、まあ、商店街自体が作るようですけど、まあ、その後時代が変わって経済も変わって世代も変わって、やっぱりこうライフスタイルが変わっていくので、まあ、正直今の商店街に並んでるものとか並んでるお店っていうのがなかなかニーズと合わないのがゼロになる。そこで油津に何ができたかというと、カフェができて、ゲストハウスができて、子供の遊びができて、IT 企業ができて、保育園ができて、正直もともと商店街にあったようでないものもたくさんできてるんです。でもそれは実はでもこの町に、まあ、先ほど言った若い人が働く、子供が若い人が調整する場所と本当に必要なものが並んでるということなのかなと思っています。ですから右側の再生したわけではないという記事は、実は再生という言葉は何か昔の良かった頃に戻らなきゃいけないというような少し規定概念というか固定不完全なものがあるから、やっぱり今の商店街というのは昔に戻るのではなくて一旦ゼロになったんだから、それを今の時代にどう合わせてもう一度デザインし直すという必要があるのかというのが右側の記事のシーンだというふうに捉えています。
まあ、でももともと我々がそういう最初からそういうつもりでやり方っていうとそうではもちろんないんですね。最初はやっぱり商店街の後の仕様からスタートしているので、商店街の課題ばっかり考えてました。ですけど、まあ、そうするとシャッター開けなきゃいけないとか、店が並ばないといけない、人通りが増えなきゃいけないってあるんですね。でやっぱりそもそも商店街の課題ばっかり考えてると、商店街の人はそれは喜ぶかもしれないですけど、それ以外の人たちはなぜ商店街ばかりなのかみたいな声も確かにありました。そういう時に、じゃあそうではなくて少しこう視点を広げて、このまあ日南とか小松という地域の課題をもう一回考え直そうというふうに広げていくと、さっき言ったようにそもそも若い人が人口が減っているので人通りが増えるなんてありえないでしょうか。じゃあその一方で働く場所みたいなのを作っていかないともっと人が減ってきますよみたいな、もっと厳しい状況が見えてきて、でさらにじゃあ地域というものに課題を広げていけば、まあ、商店街以外にいろんな周りの人たち、まあ、5万人の市民の人たちがみんなやっぱりこう応援してくれるような課題設定になるんじゃないかっていうような広がりが見えてきて、でその設定課題を見ながら、じゃあ実際は商店街何ができるかということを改めて考え直したのがこの状況かなと思います。ですから決して人通りは増えてないんです、人通りは増えてないんですけど、先ほど踊ってた女の子たちのように毎週ここに来ることが楽しいとか、何かここに来ると可能性を感じるっていう人たちが今集まっていて、で、まあ、若者がそこでチャレンジをしているお店があって、さっき言ったサービスの満点じゃないですけれども、それを応援するっていう形で人が集まっていたとか、やっぱりこう面白いことをやってる街なんだっていうこと自体がランディングになってまいり発信されたりということを、まあ、今起きていると。でもそれが結局最終的には訪れてみたい自慢できる商店街というものになっていくんじゃないかなというような、まあ、少しこういう、まあ、頭の中の整理というのが起きてきたのが今村商店街ではないかなというふうに思っています。ということで一旦ここで切りましてですね、少し時間もありますのでいろんなご意見とか感想をいただければ、まあ、少しまだスライドも用意をしているので追加ではありがとうございます。あのそれじゃ あのせっかくの機会ですので、あのまたご質問とかいただきたいと思いますが、あのちょっとあのそのせっかく一緒にグループ組んでもらってますので、そこであの5分ぐらいあの時間を取りたいと思いますので、ちょっと感想とか、あのこんなこと気になったよねとか、そんなことを少し中で共有していただいて、あのそこからまたあのこうテーブルごとにご質問をいただけたらと思いますので、よろしくお願いします。はい、じゃあ5分ぐらいあの時間を取りますので、よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。商店の価値というか、習っていろんなものが教えてくれる要素みたいなことを思います。新しい街を作る、いわゆる IT 産業、あいつを東京からこっちに移して、避けなく行ったり来たりする。確かに。そうだとなかなか定着しないので、結構バンクが入る。
どう作っていたのかっていうのが、プロのパーティーの一点と、あとやっぱ
ュエーション、商店街の人とかとか、自衛隊の自分どう意識して上げていったのかなというのを聞きたいなと思って。はい、なるほど、はい、多分一つ目の質問と同じような質問。いや、本当最初、特に最初ですよね。僕も完全によそ者として街に入ってきているので、まあ、ちょっと友達もいないし、周りに、ね、人がいない中だったんですけど、まず最初は行政の担当者、商工政策課ってところでしたけど、行政の、まあ、私とほぼ同い年の担当者がついてくれてて、彼がですね、ずっと僕とこう伴走するというか一緒に動いてくれて、でいろんなところに行ってくれたりというので、まあ、彼の存在すごく大きかったです、最初。で、その次はさっきの油染め会社の立ち上げた黒田さんだとか、ちょっと今日あんまりこう出せなかったんだけど、商店街の中で、洋服屋さんやってる僕のカッペっていう写真集一緒に作ったんですけど、女性の、まあ、彼女も今60になるんですけど、まあ、上の世代のお兄さん、まあ、おじさん、おじさん、おばさまがなんか僕に最初わって近づいてきてくれたんですよ。で、実は2人ともこの商店街とか道なしのそういう商売っていうのもちょっとこう元にしたいって思ってた、まあ、今日このカモマートに出ていただきましたけど、ああいうタイプの僕らのお兄さんもいるので、で、そういう人がやっぱりわって集まってきて僕を引っ張り出してくれて、いろんな場所に連れて行ってくれるとか、地域の面白い人たちを紹介してくれるっていうような感じで橋渡しをしてくれたっていう、その僕は実は裏と応援しに来て専門家としてやってきたんだけど、僕を応援する人たちが周りにたくさん集まってくれたっていう状況が最初の段階からあったのがすごく嬉しかったです。だから4年間僕も不安な中でスタートしたんですけど、孤立するのが一番不安だったんですよ。あれしましょう、これしましょうって言っても誰も動いてくれないっていうのが一番怖かったんですけど、幸い4年間1回も孤立することなくできたっていうのは、そういう地域の人たちとか行政の人たちの支えがあったのかな。モチベーションですよね。で、実はそれは商店街の中でいくと、やっぱり、まあ、今日お見せしたように、ほとんどが若い人たちのお店がこうあって増えてるんですよね。それでももともとあったお店っていうのはもう50代とか70代ってお店で、そこには世代のギャップがものすごくあります。これはもうあるんです。で、まあ、例えばスライドで見せると、これ去年の10月に出た新聞記事なんですけど、この油商店街ってものすごく事例として素晴らしいんだけれども、実際商店街のおじちゃんたちは戸惑ってますよっていう記事なんですね。これにもうちょっと書き出しを読むと、もう、まあ、50代とか60代70代の商店主の人たちのインタビューなんですけど、街は変わったと、人通りも増えたし若い人は増えたんだけれども、実は俺らの商売には何も変化がないっていうふうにおっしゃってます。で、これはまあ僕らも最初この記事見た時はよく思いましたけど、まあ、もちろん皆さんもよく知ってる人たちなので、誰も悪い人ではないので、でもまあ多分素直な気持ちだと思って、僕らも受け取ってますし、まあ、これは本当にいろんな捉え方があって、まあ、じゃあ本当に 100% 合意形成ができてやってきたかというと、そうじゃないです。やっぱり少し温度差も感じながらでも、我々としてはやっぱりこうこの町としてやらなきゃいけないことということをしっかり定めてやったということがあるので、 100% 合意、皆さんのモチベーションとか納得が得られないとしても、それでも新しいことをやるんだということで結構やってきた部分もあるので、やっぱりこういうギャップが生まれているというのはある程度仕方ないかなと思ってますし、それと、まあ、もう一つこう少し厳しいのというか、見方をすれば、やっぱりこう街が変わっていったっていうのがあるんですけど、やっぱり商売も本来は変わらなきゃいけないというのももちろんあると思ってて、この人たちも街が変わったっていうのを認識しているけれども、やっぱりなかなか自分が、まあ、変えられるものもありますけど、変えられないものももちろんあるんですけど、変われなかったということで、そのギャップというのもまだ埋まってないというのもあるので、まあ、実はこの4年間の終わった後にですね、いわゆる街ゼミといわれる商店街の魅力を高めている事業というのは、今商工会所と一緒にやっていただいてて、それはこういう商店主たちがその街に合わせて変わっていこうという動きが今やっと始まったので、これからその隙間機能が解消されていくかなと思うんですけど、やっぱり4年間という短い期間で一気にいろいろ事業をやっていくと、少しこういうギャップが生まれるというのは正直あるのかなというのは、少し認識しながらもやっていったというところは実際はありました。で、まあ、だから最初に言ったように、こうやっぱり最終的には商店街がどう変わることができるかというところをしっかり考えなきゃいけないというのはあるような気がしてて、で、まあ、この記事最後にだったら見せるんですけど、なんか寂しい気持ちになっちゃうんで一つだけ希望を見せるとですね、実は最近もう一つゲストハウスが誕生してるんですので、これ僕はもう全然知らないうちにできてて、離れて初めてでびっくりしたんですけど、実はこの子誰がやったかっていうと70歳の人が起業してるんです。で、なんか1階奥様の洋服屋さんがあって、で2階は空いてたのでそこをきれいに掃除してゲストハウスにしちゃった。やっぱりカープであんだけお客さん来てるとか、他にもお客さんが増えたっていうので、それをビジネスチャンスと捉えて、
からこう別に年齢若い年配関係なく新しいことを始める人は始めるんですよね。なので、まあ、本当はこういう障害人の方たちの街の状況に合わせていろいろと新しいことにチャレンジするっていうのが必要なのかなと思って、さっきの新人記者は本当はこれを取り上げるべきなんじゃないかなまあそういうギャップはやっぱりどうしてもあるっていうのは私も認識はしています。その他、あ、小田さん、はい、ありがとうございました。まあ、いろんな焦点を、まあ、企業の誘致させたりとか、お手つき側の手伝いされたりとか、されていると思うんですけれども、まあ、ただマーケットだったりは、まあ、カープのお客さんが増えたりとか、まあ、いろんな企業が、何店舗か入ったりしてちょっと増えてるのもそんな大きく増えてないと思うんですよ。なので起業したカフェとかいろんなお店がなんか継続する仕組みみたいなのってどうお手伝いされてるのかなっていうのが結構気になってて、なんか起業結構手伝ってまま潰れていくみたいなお前潰れて多い中でどうやって継続させるのかみたいなのを教えていただきたいな、はい、それ大事だと思って、やっぱりまさに、1年半前にこの事業が終わってからこの1年間っていうのはまあ、それにかなり力を尽くしてきたところがあります。で、まあ、簡単に言うとその油津応援団という会社がもちろんまあ行政と関わってますけど、一応民間会社が商店街の真ん中にしているのでその会社が、まあ、うちのスタッフがですね、こうそれぞれの商店、特にまあ若くて新しく作られた方たちと常にコミュニケーションを取るようにしています。まずはでそれでやっぱ顔色というか、その、まあ、もちろん売上を聞いたりとかもしますし、まあこう商売っていうのは多分特に若い人たちっていうのは、まあ、売り上げがもちろんないと厳しいですけど、それ以上にさっき言ったモチベーションが下がってしまうともう撤退するみたいになっちゃうので、やっぱそれがそう気持ちが切れないようにやっぱりこう励ましたりとか、例えばみんなでゴルフ行ったりとかですね、そういう中でこうコミュニケーションをうちのスタッフを中心にしっかりと取らせるようにはしているので、でまあ実際はじゃあ例えばそういう油食堂飲食店が並んでるとか厳しいなってなれば、例えばみんなでビアガーデンの企画をしてちょっとバッとお客さん集めようかとか、というまあ、コンテナで一般の店が厳しいなってなるとゴールデンウィークに少しこう無料のクーポン券をやってやろうかみたいな、そういうのは、まあ、提案したりとか一緒になってやるので、まあ、でもそれもこうずっと我々がこうサポートし続けちゃうとこう甘えてしまうような構造になるので、やっぱりこう常にこう距離を保ちながら本当に必要な時を見定めていくっていうような形の関係性を、まあ、我々もまだ十分ではないですけど、まあ、築き上げれたら一番いいのかなというのは一つやってるところですね。それと実はそのこの中核事業が終わってからの動きっていうのはですね、いろいろあって29店舗を誘致しましたって今日パンで出しましたけど、あのあと2つ撤退してるんです実際。で、まあ、それは飲食店が2つやっぱりどうしてもダメで、それはまあ無理やり続かせるのが我々も厳しいと思って撤退してもらったんですけど、それともう1つは例えばこういう老舗の布団屋さんが廃業されたりっていうのも実はこの期間中にありました。特にこの布団屋さんっていうのはずっと会長されていた私と一緒にやってた吉川さんだったので、もうすごいもうショックだったんです。でもじゃあこのできてしまった空き店舗を、まあ、これからもどうするかっていう動きはさっき言ったアブラトウエンとかこの田塚さんとかと一緒になって今やっていて、この吉川布団店っていうのは今一旦去年の春ぐらいに閉まったんですけど、今実は工事が始まっていて次の IT 企業に入るように決まっています。で実は吉川さんが辞めたっていうニュースは街に広がるんですね。みんなすごいショックを受けて、新鮮の布団屋さんが亡くなったってざわざわするんですけど、僕思うんですけどみんなここでまず布団買ってないんですよね。だったらそんな嘆くないと思うし、実は吉川さんはそんなに不幸かっていうと、まあ、もちろんお店閉められたのは今年半ばかもしれないですけど、まあ、ちょっと体調崩されたというのもあって今近くの息子さんの家の近くに住んでゆっくりしたというか、それとここが今3階建て全部借りてくれるようになったので、おそらく月ごとで何十万かの家賃収入を得ながら生活できているんです。それは吉川さんにとってそんなに不幸かっていうと、もしかしたらゆっくりした老後は過ごせるかもしれないっていう、周りがなんか不幸だったらあまりにも思いすぎている。だから実はじゃあこうやって閉まったシャッターをしっかり開けれるような仕組みがこの町にずっと継続してあれば町で続いていくんじゃないかなという話で、さっき2つ減ったって29から2つ減ったって言ったんですけど、実は2つ減ったんじゃなくてその後3つ増えてるんですよ。これはもう彼らも補助金もない枠がないんですけれども、やっぱりこの商店街で何かしたいって集まった若者が、まあ、減ったんだけどやっぱり増えてる、今後も多分やっぱり減ったり増えたりっていうのがずっと継続的に起きている。もちろんまあ地域も大事ですけど、もしなくなってしまっても次にまた新しいものが入れられるような、そういったその機能がずっとこの町に備わっていれば、僕はずっと続いていくんじゃないかなと思っているので、まあ、正直 100のものが全部消
危機できるかは限りませんけど、あの出てしまったものをしっかりフォローするっていうことが行っていればいいのかなというふうに思います。ありがとうございます。どうぞ。先生、ありがとうございます。あのちょっとあの気になったと申しますか、あのちょうど我々も今のカモマートを立ち上げさせていただいて、ちょうど半年ほど経って、まあ、本当これからが勝負なんですが、あの今日あの説明が分析していただいた中で、実はその1店舗目から2店舗目っていう、この次のステップが一番本当はしんどかったんじゃないかなっていうふうにこう想像するんですが、あの通行量調査 のデータも出てまして、当然、まあ、我々もいろいろご助言いただいている中で、最後のところでスコーンとこう数字が上がっているのを拝見してですね、当然それは店舗数と のこう、まあ、兼ね合いだと思うんですけど、実際そのカフェを始められて、すぐその例えばこうスーパーを改築されたわけでもないと思うと、そこの間の一番苦労されたところで、ソフト事業的なこととか、あるいはその裏のところでどういう展開をされたかなというところを1点と、もう1点はですね、その、まあ、店舗っていうところで、はい、その、まあ、オーナーさん、大家さんですね、そこら辺のこう、まあ、いわゆる折衝であったりとか、本当にこう一番シビアなところで、それもいわゆる街づくり会社さんというか、そのアクロスオーナーさんの方にされたのか、やっぱそういうところこそ、その行政と一緒にされたのか、ちょっとその辺の2点を。ありがとうございます。本当まあ鋭いですね。やっぱりね、本当わかります。あの2店舗目っていうのは本当に大事というか難しかったっていうのがあります。特に1店舗目はアルガスコーヒーは自分たちで会社作って立ち上げたので、まあやればできた形ですよね。で2店舗目はあの写真でいくとあのお豆腐屋さん、あのこの呉服店を改修したお豆腐屋さんっていうのができたんですけど。まあ、これはあの実は商店街の中で小さくやってた販売だけやってた豆腐屋さん、ちっちゃな手作り豆腐屋さんがあって、そこを移転してきてもらって飲食も含めてあのランチを提供するお豆腐屋さんとして新しく誕生した形になっていて、 で、まあ、でも実はこの方もそんな簡単にはもちろんあのもちろん事業拡大しているので、まあ、50代後半の夫婦でしたから、 でも、まあ、油津コーヒーっていうのができて、で、まあ、しばらく本当は油津コーヒーだけだったんです。それを、まあ、見ながら、まあ、でも僕らがアグラだけで一生懸命やってるのを見て、まあ、共感をしてくださって、じゃあ俺が隣に飛び込むよって言ってくださったのが、まあ、きっかけではあります。 でも実は最初からですね、あのもう最初の数年間はほぼ1店舗2店舗ぐらいしか動かないだろうなっていうのはもう最初から分かってたんです。であえてそうしてた、あの要はお金かけて箱をきれいにしちゃえばバーってお店はできるんだけれども、結局そのよそ者貼り付けてお店を作ってももうなくなってしまうんですから、だからやっぱり人をしっかり探しながら本当に根付いてくれる人にお店を出してもらわなきゃいけないっていうので、1年目2年目っていうのはもう本当に僕はその土台を築くことしかしなかったというふうに思っています。でそれはちょっと今日今言ったけど、僕その4年間どうするかっていう大きなシートを作っていて、そこに最初からもう1年目2年目はほとんど動きませんって書いたプレゼンをしているので、まあ、行政がそれを理解してくださいですから、例えば議会なんかも4年で20店舗だったら1年目5店舗作れよとか言ってくるんですけど、そういうもんじゃないですよっていうのはちゃんと行政がしっかり立てるなって説明をしてくださっていて、その苦しい時期もあったんですけど、でもそれはやっぱりこう土台を作る、まあ、会社を立ち上げるとかっていうのも含めて、あのお店を作る前にやんなきゃいけないことを地道にやってきたので、まあ、その最後バーンと言ったようにその人脈からつながって、さっき出たいろんな人たちが来てくれてお店がどん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 出来上がってるような、そういうような、まあ、プロセスになったのかなっていう。あとその空き店舗の活用に関しては基本的にやっぱりもう個人の方、これもそうですけど個人の方が持っていて、まあ、その方とも地道に交渉するということをやっぱ私が特にあのというかこの仕事を選択してやってきたところがありますので、でもなんかそのよくいろんな方で聞かれるんですけど、まあ、例えば一つは、まあ、それは恵まれていたのはよく1階が空いてるけど2階に住まいがあって使えないっていうのが、まあ、多分実は日本の中で一番問題になってるんですけど、その割合がすごい油そばが少なかったっていうのはちょっと運が良かったかなとは思っています。ですけどやっぱりあの借りれるところ借りれないところっていうのは全部調査すれば分かるんですね。で油津コーヒーはなんか西側の入り口にあるんですけど、最初そこからっていってなんかストーリー的にはかっこいいんですけど、実は当初借りれるのはそこしかなかったみたいなところも実はあって、でそこから始めてます。で、やっぱりいくつかパターンがあって、やっぱり最初は貸さないって言ってたけれども、周りのお店がこうやって増えてくるとやっぱりうち
しのはどうですかって言ってきた人もいます。そこはやっぱり周りが変わってくると家主さんの意識が変わったりっていうのもありましたし、例えば僕は行政半分民間半分みたいなちょっと微妙な立ち位置にいるんですね。なのでそういう交渉するときもですね、この人は行政の顔していったら安心して貸してくれるなっていう人と、行政の顔していったらお前帰れって言われる人とか2パターンあるじゃないですか。その時は僕市役所が来ましたっていう時と、市役所の悪口一緒に言いながら盛り上がる人っていうのは、それはなんかこう少し刀を使い分けてやってたなっていうのがありますね。で、まあ、本当だったらやり、例えば僕はですね、夏祭りの時に高校生たちのお化け屋敷やりたいって言い出したんですよ。で、一つは例えば最初ここの建物の空き店舗だった時にお化け屋敷だったんですね。そうすると家主さんって鍵いつも閉めてますけど、まあ、僕が1週間だけ貸してくれって言ったら、まあ、心よく鍵を貸してくれて、ここ鍵上げて、お化け屋敷だったんですけど、だから結構わーって盛り上がって、で僕、鍵返そうかなと思ったら、まあ、もう持っといていいよって言われて、で、あ、いいんですかって言ったら、次は鍵貸してくれたんじゃなくて、まあ、開けさせてくださいになるので、なんか徐々にそうなっていって、結局借りれてっていうのが、でずっと実は4年間お化け屋敷やってるんですけど、お化け屋敷やったけれども、全部オープンしてるんですよ。ジンクスみたいなのが出来上がって、そういう、まあ、イベントでちょっと一時的に使う。っていうので、家主さんが少しこう意識が変わって借りれるようになるっていうのも面白いな、本当に実際あったなという気がします。まあ、でもなかなか逆転ホームランのように実はなくて、やっぱり地道に本当にコミュニケーションをして、だからやっぱり地元の方で親戚付き合いがあるとか、そういう方とかが頼って言って話をしたりとかっていうのはやっぱりやっていきます。結構地道な方だと思います。はい、すいません、私は中心市が来た生徒協議会のたんまりに話したんですけど、ある同業かもしれないですけど、大変素晴らしい、私がやりたいことを全部やってられて、ああ、すごいなと思いながら、そして完成してもらうと、はい、これは雲南市さんもそうなんですけど、いろいろ受け入れ体制をどう作っていくかという、非常に重要なことでありまして、大変上手に作られて、協議者をいろいろやりていったというのは、大変勉強になりました。で、1点ちょっと質問です、はい、入られる前に入られる後で、はい、その壺あたりの賃料とか店舗の家賃基準がどのように変化したかちょっと教えていただけたらありがたいです。なるほど、そうですね、まあ、正直言うとそんなには変化はしてないかなと思います。もうなんかもう本当に猫背はかなかったような空間なので、まあ、貸すっていうイメージがそもそもなかったけど、いくらで貸してくれるんですかって聞くと、いくらにしようかなぐらいの話なので、まあそこからいろいろ交渉に入るという感じですね。で、やっぱまあそんなにこう法外な高い値段つけてる人もそんなになかったですし、逆に言うとそんな安いものもなくて、まあ大体適正で借りれてるかなと。で、IT 企業さんとかが入ってるぐらいのになると坪あたり4000円ぐらいです。で、油つコーヒーなんかちょっと安くて、40坪で7万円ぐらい買っているので、坪あたり多分2000円切ってるぐらいのぐらいのなので、まあやっぱりそういう都心に比べると全然安いかなという感じがあります、ね、ちょっと変わってきたのは企業が増えてですね、働く人が増えているので、周りで駐車場を借りたいって人がものすごく増えてて、駐車場代は最近ちょっと1000円ずつ上がったりしてます。そうと思いますけどでもまあそれはしょうがない、借りる人がそんだけいればということで、周りの空き地がですね結構今ほとんど駐車場になってしまう、まあ、周りも例えばでも住宅が崩れて足になってくるとか、まあ、そういう意味では、まあ、そういう借りてるということなので、まあ、経済的には回ってるのかなという気がしますけど、そういう変化は若干あるかなという感じです。そろそろ時間が来ておりますが、大丈夫でしょうか、もうこれだけはっていう方がありましたら、広島からの話で。私、優勝してるでしょう。市南はカープのキャンプ地というのはもう私は何十年前かですね。それだけかと思ったら随分ですね、話題になったり頑張ってますね。で、まあ、今日顔ぶれ見たらね、若い、まあ、顔の知らない人は私は知らないと、まあ、気付きの人は大体私は知っとると思うけど、よそからも来ておられる。こういう若い連中が、今世の中を動かす連中がこういう会に出て話を聞いたり、私はこの城代君がおるんだけど、なんか、木付の町をなんとかしなきゃいけないんだって、憂いて、
呼びかけて、この暑さ先生なんか呼んだりしてお話聞いても、60、70の年寄りは通ってね、若い人はこういうの寄らないんですよね。今日はこういう若い人が多いから、私具体的なことを頭ももうボケ取るけん、まあ、とにかくみんな頑張って、ああだこうだ勉強もいいけど、とりあえず一歩踏み出して何でもいいけんやれ、いや、それから考えていくらだよ、うん、もうやらんだい今頃みんなが。私らがあんたらぐらいの時には、はい、誰かあの温度取る人がおって、まあどうかと思ったけども、それについていろんなことやったんですよ。どんなことやったって言うと気がないくらいやった。カープの私は岸君の世話人代表という肩書き自称だけど、カープが優勝したら紹介して経済効果があるじゃないですか。市役所にも数名のぼせ者がおって、ね、市長会もやりました。なまあ、たかがそういうことで見ない。それを今度は町の空き店舗だとか、あるいは他のことに生かせばいい。まあ、とにかく何でもいいけん一歩踏み出してやってくれ。以上。はい。カープのことを教えてください。今年3連覇をついで、後ろの桜通りに手書きで書いてますでしょ。目指せ3連覇。もう首位ですから、今。もう、まあ今首位を、ね、とやかく言うのない。あのカープがね、球団に生い立ち、唯一の市民球団。これにみんながね、母性本能にくすぐられて、このカープ女子なんかできるけど、ね、実はあの道路赤く塗ったじゃないですか、うん、あれはお金どうしたかっていうと、あのマイケンが今アメリカにいるでしょ、でその時に、まあ、球団にお金を入ってきてる、そうそう、それを広島に5億円とか、うん、日南市も1億円寄付してる、そうそう、それのお金を使って道路赤く塗ったんですよ。やっぱり球団素晴らしいと思います、ね、駅は駅舎まで真っ赤にしてないですもんね。すごい、ぜひ見に来てください。ぜひ行きましょう。まあ頑張れば頑張れば。最後に一つですね、あのもうまとめです。あのこれ油津コーヒーっていうコーヒー屋さんから始まってるんですね。これが入り口になってで、まあ、これが本当できたばっかりという写真なんですけど、実はまあこのコーヒー屋さんができた時にあの、まあ、喜んでくれた人もいたんですけど、実はガクってした人もいるんですよ、なんでっていうのは。それは僕はやっぱり90万の人として全国から選ばれてこの町になってきて、ものすごいやっぱ期待はされてたんですよね。で、まあ、どんな期待されてたかというと、この通りを、まあ、例えば有名店がいっぱい並んでるようなものすごい商店街に変えてくれるだろうみたいな、そういう期待をされてて、 ですからここには本当は、ね、なんとかバックスコーヒーが入るかと思ってたと思うんです。それがなんかブラスコーヒー何それっていうのもあったんですけど、でも実はすごく僕ら思いを込めたブラスコーヒーを作っていて、まあ、3つあるんですけど、例えば油津っていう地名を入れてるっていうこととか、もともとみんなが集っていた建物を使っていることとか、ここで働いているスタッフはみんな地元の人ですよっていう話ですね。それはやっぱりこの町の未来というのは、この町の歴史とか文化とか今までの先人の人たちの流れでしか生まれてこない。で仮にここによそ者で建てたという夢で並べても、いつか出てってしまうのが明白なので、やっぱりこの地域っていうものをしっかりブランドにして店を作っていかないといけないというメッセージを込めたのがこの油津コーヒーだったんですね。で、実はこの油津コーヒーに去年の夏ですね、突然電話がかかってきて、誰が電話してきたかというとですね、さっきの〇〇バックスコーヒーが電話してきて、ここで研修させてくれって言ってしまって、僕らびっくりしたんですけど、実際にこの20人のこれエリアマネージャーさんが結構優秀な方たちが集まってうちのコーヒー屋さんに来てくれて、いろいろ交流したりとか商店街のことを見て帰っていきまして、一泊して、でまあ、彼らなんで僕らを選んでくれたんですかっていうと、スタバさんもですね、今までは天下のスターバックスだから看板出てればお客さんの上手が来てたんですけど、うん、結構今コーヒー屋さんも多様化してきて、もう結構厳しくなっていると。でその時に自分たちもしっかりと足元の周りの地域とかを見ながら、一人一人いっぱいいっぱいコーヒーを入れていくビジネスをしていかないと難しいと思っています。自分たちも変わらなきゃいけないという時に、まあ、ネットでいろいろ調べてたら、この油津商店街を変えたのは一軒のコーヒー屋さんだっていうのを見かけて、同じコーヒー屋さんとしてここに来たかったというふうに言っていただいたんですよね。それは本当に僕ら嬉しいなと思うと同時に、実は 今までは専門家とかですね、いろんな最新情報っていうのは東京で生まれて、それが地方に、ね、何年か遅れて入ってくるっていう時代でしたけど、
まあ、今地方創生とかやっぱり地方が輝くっていう時代になってくると、そういうもののこうノウハウとか解決方法っていうのは実は地方の方にあるんですよね。ですからもう実はそれを東京からも取りに来るような時代になっている。僕は本当に何種も何種も同じような課題を持っていて、本当にそんなに簡単に解決できないことに一生懸命取り組んでいる自治体だと思いますけど、まあ、そういう地方から起きてくるイノベーションみたいなものにいかにチャレンジするかっていうことが僕は結果的にこう、まあ、社会を変えていくんじゃないかなっていうことを思いながらやってるということで、まあ、最初の写真に戻ってですね、この南南同盟っていうことの、あのこれは本当にね、あの両市長さんが書いていただいているので、あのこうやって僕もこうやって僕はすることができましたし、この間小松さんとか松さんも道さんが来ていただいてっていうことで、まあ、今後少し交流もさせていただきたいと思ってますので、私もいろいろと今日だけでなくてまた皆さんからも連絡いただいたらみんな返しますし、もしかしたらまたこれを作ってみたいと思うので、よろしくお願いしますということで締めたいと思います。どうもありがとうございました。これで、本当にありがとうございました。もう一度ですね、今日貴重な場とですね、今お話をいただいた人さんに拍手を持ってお礼をいたします。ありがとうございます。